盲腰体とは、脳幹の配側部分に散在する構造物である。まばらな細胞体の間を網目状の神経繊維が結んでいるのでこの名があり、白質にも開白質にも分類されない。呼吸及び循環の中枢であり、生命維持に不可欠な機能を担っている。盲腰体は、塩水から中脳まで、すなわち、脳幹の全体に広がり、 ミクロな構造の違いからいくつかの小部分に分けられる。毛様体から出た繊維は脳神経の核と肝脳の触核の両方に達している。毛様体に入る繊維では、脊髄を通ってきた通核繊維のほか、視神経、内耳神経、三叉神経に由来する繊維が、視覚、聴覚、前提覚、顔面の触覚の情報を伝える。そのほか、大脳皮質、小脳、 赤角、泡ワーお玉からの繊維も毛様体に入る。毛様体から出る繊維は、脊髄、肝脳の支障、炎髄の瞑想神経核、偽核、言葉核などに向かう。脊髄に向かった繊維は運動機能の調節に関わる。支障に向かった繊維は、覚醒状態に関わる。瞑想神経核、絶因神経核に向かった繊維は、それらの脳神経の調節を介して、 呼吸と循環の調節に関わる。盲腰体は主に瞑想神経を介して、呼吸、心拍数、血圧を調節する中枢である。この機能は生命維持に不可欠なので、盲腰体が傷つくことは直ちに命に関わる。脳幹が生命維持の中枢と言われる理由の多くは、脳幹の全体に広がる毛様体が負っている。毛様体は視床を介して、 覚醒と睡眠の調節にも深く関わっている。痛みで目が覚めるなどの反応は、通覚繊維から伝わった刺激が猛様体に入り、猛様体の活動を促して、意識や運動機能を活発にすると説明される。この様子は脳波の測定により観察できるが、詳しい記事には不明な部分も多い。ありがとうございます。